ラフレーシュは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、サルト圏のコミューン、ロアール川谷に位置する、グリニッジ市五線上にある、ルマンとアンジェの中間にある、17世紀のコレージュ・ラフレーシュ中心部の眺めら、フレーシュという名の起源は明らかでない。歴史家、ジャック・テルモーは、大地に置いた石から、古いラテン語フィックスに関連するとみなしている。したがって、ラフレッシュは、 名の地方の町と安住地方の町との境界であったことになる。古い巨石の境界は昔の写本に記されたようなフィックスの名を与えた。後にフィックス・アンディガバラムと呼ばれたが、これは安住地方の境界であったことを意味する。中世のラフレーシュは安住死教座の教区であった。1343年、フィリップ6世によって、塩が国家の独占品となり、 エ税が設置された。アンジュは、エ税の高い地方で、ラフレーシュは16カ所ある市を貯蔵所の一つとなっていた。アンシャンレジーム期ラフレーシュは、アンジュのセネシャルのもとにあった。1603年、アンリ4世人の友であった、ラフレーシュ領主、ギヨーム・風家ケド・ラ・バレンヌは、アンジュ地方の町の機能多様化と美化に貢献した。アンリ4世が設立した、神学校は、 イエズス会に運営が託された。1762年にイエズス会が追放されると、1764年に、神学校は、パリのエコールミリテールの準備学校である、陸軍幼年学校となった。17世紀、ラフレーシュ人たちは、ジェローム・ルロワイへの指揮の下で、モントリオール建設に参加した。1790年、フランスに、県制度が新設され、 ラフレーシュを含む安住北東部はサルト県となった。バンデ戦争中の12月8日、ラフレーシュの戦いでコミュームはバンデ軍に襲われた。ありがとうございます。